今からこの洞窟の中に入っていただきます。はい、はい、非常に狭いエリアもありますんで気をつけて、はいはい、中はもう本当に普段は、ね、人が入らないようなとこなんで、すごい絶景が見れるかもしれません。へえ、はい、じゃあドキドキ、この狭い中をね入っていく。ここですか。うわー、狭い。私についてきてください。ライトありますんでね。はい。うわー、よいしょ。もう人がね一人ぐらいしか通れないような、はい、思ったよりスペースを、こんなとこ、はい、行きます。そうですね、私まだ入ってないので、はいはいはい、ゆっくり、はい、ついてきてくださいね。はい、はい、この先に行くと、あ、これは狭い、はい、ちょっと広いエリアになっていまして、マジで、はい、これやば、はい、湧き水エリアが、はい、はい、すいません、すいません、誰、ちょっと見失ってるな、なんか、あれ、あれ、あ、ちょっと私についてきてます、皆さん、今、あれ、あまり明かりが、ライトの方に向かって来てくださいね。ライト見えません。ライトが見えない。あ、わかりました。すいません。じゃあ、ちょっとそこから動かないようにしていただいて、はい。非常に危険なゾーンもありますんで、はい、決して動かないようにお願いします。はい。ここ危険ですか？あ、今、どのあたりですかね。はい。何が見えます？何も見えません。あ、何も見えない、そうか、そうですね、非常に危険な可能性があります。あ、そうだ、困ったな。中にはですね、はい、洞窟ガスが出てるゾーンとかもあるので、はあ、非常に危険なんで、絶対に動かないようにしてください。はい、あ、すいません、動いちゃいます。なんか何かに触られてます。動いてますね。動いちゃダメですよ。何かが触ってます。動いちゃダメ。あ、動物かな？動物ネズミの場合もあるんですよ。いいな。はい、洞窟ネズミっていうね、非常に凶暴なネズミがいて。ネズミ嫌いです。はい、でもね、大丈夫です。暴れなければ大丈夫なんで、はい。刺激をしないようにしてください。はい、大丈夫ですか？明かり見えてますか？明かり見えてるかな？非常に。ちょっと待ってくださいね。動いてますかね。動いてます。動いてます。動いてますじゃなくて、動いちゃダメなんですよ。ネズミだ、ネズミ。ネズミに今足を。ネズミだ、そのままステイで。はい、動かないんですよ。蹴っちゃう。ダメです。蹴っちゃう。ダメです。こっちで、出て。ちょっとすいません。くそー。すいません、私がね、はい、蹴りましたよね、今、洞窟ネズミを。痛い。よかった、よかった。くそー。お疲れ様です。毒。毒が足に。え？毒が足に。毒あるんですか？毒あります。くそ。私の姿は見えてますか？いや、声はなんとなく響いて聞こえて。ちょっと今ね、洞窟ネズミ、蹴りましたよね。蹴りましたよね。洞窟ネズミでしょ？洞窟ネズミを。洞窟ネズミ多分蹴りました。それがね、私の方に来て、足を噛みました、今。噛まれると？いや、噛まれると毒。はい。じゃあ、助けに行かなきゃですね。すいません。わかりました、わかりました。行きますね。ちょっと本当に申し訳ない。ほら。ここに？ほら、助けないと。ガイドを助けに行くの？チーム。そうなんです。このツアーはもうみんなの協力があってのツアーなんで、ね、すいません、こういう場合は非常事態なんですけども。すいません。もう一回こんな狭いとこ行くんですか？明かりの方に向かってきてください。はい、わかりました。ここに明かりが。くそ。どうですか？明かりは見えてますか？見えてます。見えてます？すごい。地底湖が広がってるところに来ました。地底湖。おお。ダメです。そっち行ったらそっち危ないですよ。すげえ綺麗っすよ。いや、それ綺麗と思わせて。穴が。いや、それもう罠なんです。自然の罠。罠。はい。そこからね、ガス、有毒のガスが発生してるんで。あ、そうですか。じゃあ非常に危ないですよ。じゃあ戻りましょうね。戻りました。大丈夫？戻りました。すごい。はい。はい。すごいですね。あ、出ちゃった、また。あれ？出ちゃった。あれ？なんで？
いやー、いたたたた。あれ、明かりがどこにいますか？え、明かりの方に向かってきてください。明かりの方、私ライトつけてるんで、今今後ろ向いてます。後ろ。後ろ向いてるんで。あー、ここ、あー、おそらく水、さっき言ったとこ？いや、綺麗。だからそっち行っちゃダメなんですって。めっちゃ綺麗で。